顔の濃さが似てるんじゃないかっていうふうに言っていただいたのを。何万に入りますか。結構いますよ芸能界顔濃い人。<laughs> ああら。何万募集してますか。どう <laughs> していただいております。三上さん、ここ安倍さんがお父さん役と聞いた時どうでしたか。<laughs> すごい率直な質問。あのドキドキしました。<laughs> <laughs> でもあの監督にあのその顔の濃さが似てるんじゃないかっていうふうに言っていただいたのをす本当 <laughs> <laughs> これもおこがましい話ですけどっ言っていただいたのそれを信じて。 仲間に入りますか。いすい <laughs> 結構いますよ、芸能界顔恋し人。あ、あら。<laughs> 仲間募集してますか <laughs> <laughs> <laughs>。で、最初に会った時、三上さん、どんな印象だったんですか。現場でパッと会った。え、あ、あの、すごい背が高いなっていうのがやっぱり <laughs>。一番最初はありました <laughs>。あの、勝手にもっと、あの、怖い方だと。思ってたんですけど、すごい和やかな方で、びっくりしました。<laughs> 安倍さんやっぱりちょっと周りから緊張されるというか、まあ、怖いと思われてるっていうのはあるんですかね。台本で読んでる成瀬のイメージが強すぎて結構堅物なイメージがあったんですけど、うん、やっぱ背が高いからやっぱそうそういうイメージもあるのかな。<ー>うん、安部さんは三上さんと今回パッと会った時はどういう印象を持たれました安倍さんのはあの可愛い,いなと思いました、ね、<laughs> <laughs> あの。 現場でも本当になんだろうな、まあ、もちろん芝居に集中してるからね、あの皆さん今見てもらったりあり、あのちょっと反抗されてるんですよ、だからそこでいつもなんか切ない思いを僕、してて、だからあの本当にお芝居はしっかりしてるし、あの気持ちが入って芝居をお芝居してくるし、本当になんか、現場で、本当に好印象です,照りますありがとうございます。<laughs>